アクシゼット買って500キロ乗りました。かなりいい感じですけども、まず、こちらがタンデムステップの2人乗り用の後ろに乗る人の足掛けですね。軽く押すと開きます。そしてこちらガソリン入れるところです。ガソリンタンク前についております。そしてここフック、コンビニフックです。荷物かけられます。そしてシートはちょっとね、荷物いっぱい入ってるんで、また今度お見せしたいなと思います。そしてここのボックスに飲み物とか、入れられたりします。一つ気になることがですね、ガソリン入れて、半分ぐらいで家に着いて、次の日朝乗った時にもう3分の1ぐらいになってるっていうね、メーターが減りが早いっていうか、他の人のアクシス Z の、動画見たりして、そういうのがあるっていうのが、結構ガソリンが都内で街乗りしてるんですけど、ガソリンの減りが早いなとは、僕のアクシスは思います。でもまだ1000キロ行ってないので、丁寧に今乗っている感じです。急ブレーキとかも結構かけたりしちゃうんですけども、気をつけてます。